はい、コピーライティングに関してね、動画を作っていただきましてありがとうございます。私が考えるコピーライティングっていうのは、その人の人生もプラスしてどんな発信をするか、この2つが組み合わさってコピーライティングの威力が初めて出ると思いますので、他の人のねコピーライティングを取ってきて自分に当てはめても使えるかどうかっていうのは、これはねあんまり効果期待できないと思うんですよ。まあですので、コピーライティングの例題をたくさん見る必要はありますよ。それは見ていただいていいんですけども、それを丸々コピーしたりとか自分流にアレンジしても限界がすぐあるなと思います。結局今回、私のね Facebook の記事がなんでねブレイクして100件以上の速稼塾に対するお申し込みいただいたのかっていうのは、なぜかっていうと、私の Facebook の投稿がずっと数年間続いていたっていうことと、それを毎度ではないけども結構意識してちょくちょく見に来てくださった方が、ついにこういう文章を書いてくれたか、さすが久保さんだったらやりそうだな、こういうふうに約束を守ってくれそうだなっていうふうに感じるからお申し込みになるんですよね。だからずっとそれまで私に対して心の中でこんなことを言ってくれないかな、こういう気持ち分かってくれないかなってことを期待してたってことだと思うんですよ。でその期待通りの文章をズバッと書いたんで反応が良かったのかなというふうに思ってます。はっきり言ってまだねほとんどメールとかフェイスブックの返信ができてないんですよ。これが他のメッセージもたくさんあってですね、全然処理できれてない状態です。ビジネスをしてないのにビジネスに追われている状態になってしまいました。うん、で今回ねバリ島に行って、バリ島の背景と組み合わせてライティングっていうふうに吉田さん言われてましたけども、まあこれはそんなに、そうですよってことではなくて、自己責任なんですよ。何の自己責任かっていうと、情報発信者の自己責任力があまりにも弱いなと私はいつも思ってるんですよ。で何かというと、情報発信者じゃなくて受け取った人の責任に転嫁して人のせいにしてるのが情報発信者だなと思うんですよね。情報発信する以上、そこに費用がかかってようがかかってまいが、人の心にどう影響するかっていうことに対する責任は感じなければならない。それが自己責任だと思うんですよね。その時にせっかくじゃないです、なんていうんですかね、自分でビジネスとか塾をやっていて商品を作って売っているのに売る責任を取ってないかなと思うんですよね。多くの人が買ったところで行動しないよ、9割以上の人が買うんだけども行動しないよって分かってるんだったら、行動しない人に対して売るのはじゃあどういう責任なんだって思っちゃうんですよ。結局儲かるからやってるだけで、人のことなんて全然考えてないと思うんですよね。そういう風な投稿や発信をたまたまその時見てしまったんで、その人に、ね、その人何人か3人ぐらいなんですけど、3人ぐらいそういう発信したんですよ。もうその人たちに目の前で私が面と向かって言うつもりでライティングをしたんですよ。ライティングの文章は短かったんですけども、この自己責任論をね問うには十分すぎる内容だったかなと思うんですよ。ね、だって9割以上の人がやらないって分かってて、なんで30万とか50万でそういうやらない人に対して商品売れるんだとかね、血も涙もないことだと思うんですよ。ひどい話だと思うんですよ。あとはビジネスで結果が出るっていうふうに自分で思うんだったら、本当にそう思うんだったら後払いでいいじゃないかって、これも当然ですよね。なんで先払い焦るんだと思いますよね。それはやっぱり情報を、販売してる方がねいまいち責任取れてないからではないかなというふうに思うところもあるんですよ。で、まあ私、お前はどうなんだってことですよね。私はだから有料で先払いでやってきたこともありますよ、もちろん。でもいろいろ試した結果、先払いに必要がないってことに気づきましたし、私も一番最初は後払いですからね。やっぱりセルフバックを教えて結果が出て2万円以上の売り上げが上がったらくださいって言ったわけなんですよ。でもどうもなーっていう方からは請求しなかったです。約束を破られても自分の発信者の自己責任ですからね。だから分割を認めたんだけども、分割の後の方を払ってもらえませんでしたっていうのは、自分の発信とその人の受信とか全然コネクトできてなかった、要するに信頼関係ができてなかったから、踏み倒されるのは自分が踏み倒されてるんですよ。安く見られてるからなんですよ。だから安く見られないようにしないといけないかなと、日々の暮らしからなんていういろんなものをね、例えばね、こと大げさに言いますけども、残りの金額を払わずに久保さんにストップを向かれてしまうぐらいだったら、ちゃんと払った方がこの人との縁は大事だなっていうね。で久保哲郎ってものに関しましては、私に対してはですね、お金に換えられない価値を持っていると思う方は少しでも払うんではないかなと思いますし、だからといって支払いを焦らせてることもないですから、私は30年先まで OK にしてるんですよ。だったらほとんどの方が払うことはできなくても私との縁を気遅れして、何ですか、エグジットするってことは起きないと思うんですよ。だって30年払いでいいんでしょっていうふうな約束ですから、あ、いいですよ、30年後までに払っていただければいいですし、もし30年経っても私との関係に価値を感じなければ払わなくてもいいと、久保哲郎との縁が、まあ、5万相当だなと思えば5万でもいいんじゃないですかとか、3万でしか感じないんだったら3万でもいいんじゃないですかと、それは私の発信力が弱いから、
発信があなたに対して価値を感じさせてないからだから私の自己責任の取り方なんですよってことなんですよね。でいろいろと申し上げました。私の勝手に考えている自己責任っていうのはそれはね人に押し付けるものではないんですよ。自分が感じるものなんですよ自己責任は。だからそれは自己責任ですよっていうのはすごくね妙な話だと思うんですよ。自己責任なのに他者に言っているってことがね。だからなんかねこの辺も多くの方と考えが合わないところなんでしょうねきっと。自己責任でなんか投資はやりましょうっていうのは確かにそうなんだけども、じゃあ自己責任ってものはどういうふうに認識さすかってこともあるんですよ。例のやつに関しましてもそれから他の案件にしましても私はね今ね強くお勧めしてるのが2つあります。例のやつと OCBC 銀行インドネシア銀行です。でそこの中でも当然ね自己責任論ってものは出てくるんですよ。ただ私の言う自己責任論っていうのはすごく明確で、投資に対してどういうふうに考えればいいかってことを一つの条文と四つの項目に分けてるんですよね。これをもってね今日の動画のまとめにしたいと思います。一つ自己責任とは何か、特に投資に対しての自己責任は何かっていうと、一つはね余剰資金でやることですね。余剰資金の定義は何か、10秒後になくなっても全く困らないお金のことを余剰資金と言いますね。わかりますか。これを破ったんだったら私は何とも思うね、あなたが勝手にやったんでしょっていうことになりますね。だからこれを守ってる方には私は最大限ね、それこそ私が弁償してもいいぐらいに思いますよ。で次の4つの条文ですけども、それは何かというと、一つはですね、何かビジネス活動なり投資をやるなりどっちでもいいんですけども、お金にかかる活動をするんだったらそれをいつまでやるのかって決めてますかってことなんですよ。いつまでやるんですかと。それで2つ目、いくら儲けたくてやるんですかってことですよね。3つ目、そこにいくらの投入をするんですか、資金の投入するんですかってことですよね。時間の投入でもいいですしね。4つ目、どのぐらいの損失だったら許容できると思ってますかってことですよね。この4つの条件と1つの頭の文章ね、余剰資金の概念、これが全く頭に入ってない、もしくは情報発信者がそれをね伝えていない、で、これでもし結果が出ないんだったらもうごめんなさいですよ、情報発信者のせいですよ。でもこの1つの条文と4つの項目をねお伝えしてそれを守っていただいていないんだったら、それはあなたが勝手にやったことっていうふうにして、私はちょっとね何とも言えないですね。それに対してルールを破ったのに結果が出ませんでしたとかね、久保哲郎についてこずに他の人の考え方で失敗しましたっていうんだったら、それはあなたが失敗したんでしょって話になっちゃいますんで、ここまで言うと私の言うね責任取れませんって話になりますよね。まあ責任を取るとすれば、私のメッセージが弱くって結局私のことを踏襲しきれなかった、学びきれなかったってことに関しまして、私のメッセージが弱かったねと、多少強引にでも無理やりにでも必ず儲かる方法を強制的にやらせればよかったなっていうふうな反省はあります。こんな形でございます。私のコピーライティング、今回はね動画でお届けしましたけども、どんな風にね皆さんの胸には刺さったでしょうか。それでは本日は以上です。ありがとうございました。